ヶ月も経つか。早いもんだな。エビナもエイズもブライスも世間の話題からすっかり姿を消したの。で、今のトレンドは？民事党議員の不倫問題で持ちきりだ。なんだかな。まあ、世間のそういうとこ俺たち利用したこともあるわけだし、あんまり文句も言えないね。いいじゃないですか。世間がどうのこうのなんて、私たちが忘れなければそれでいいんです。それにしてもよ、エビナのやつなんで沢城を生かしてたんだろうな。あんだけヤクザを嫌ってたのによ。そうだな。なんだろうね、あいつ言ってたじゃない、自分の野望は花から破綻してたって。ああ、でもやるしかなかった。もしかするとあいつは誰かにこんな生き方を止めてほしかったのかもしれない。そんで大変だったなって、でももう大丈夫だって言ってほしかっただけなのかもしれないよ。俺も割と生き方を最初から決められてた側の人間だからさ、なんとなくエビナの気持ちわからなくもないんだよね。こう生きなきゃいけないと、こう生きたいがごっちゃになって自分を見失ったまま突っ走る人生ってやつ。ふん、沢城が思いのほかしぶとかっただけかもしれないぞ。一番説得力あるね。まあ、エビナのことは奴自身にしかわからんさ。それにまだ何にも終わっちゃいねえんだ。ラニちゃんはこれからが大変だろうな。あんな小さい子が次期教祖様か、荷が重すぎやしねえか。ラニ自身が決めたことだ。教団の立て直しはあの養護施設を守ることでもあるだろうからな。だな。それに茜さんがついてくれてる。実は俺もよ、ハワイ帰ったらちょいと手伝いするんだ。ああ、そうなんだ。パレカナには何度も炊き出しで世話になったからな。ささやかながらの恩返しだ。ブライスがどうあれ、パレカナに救われたのは俺だけじゃねえ。ハワイはホームレスだらけだからな。助けがいる奴らのためにも今が踏ん張り時よ。おい富澤、お前なんか大人になったな。なんだよそれ。それに俺なんか大したことねえって。ラニもそうだけどよ、千歳にはかなわねえよ。彼女も茨の道を選びましたね。自ら不正を告発した富士宮グループの会長を背負って立つとは。あんなに家のこと嫌ってたのにな。だな。でもよ、少しあいつの気持ちもわかるんだよ。一番といるとさ、なんつうか俺も頑張んなきゃって気持ちになってくんだよな。別に一番は他人にああしろこうしろ言うやつじゃねえのにさ。ああ、わかるそれ。俺たちもそうだったよな。そういう男なんだな、あいつは。さて、そんな春日一番くんはいい加減踏ん切りついたのかな。はあ、なんだ、あいつまだうじうじしてんのか。ビールがぬるくなっちまうぞ。一番、私もう戻っていい？あ、悪い、さっちゃん、今最終確認中でよ。もうちょいだけ待ってくれねえか。うじうじしてないで男見せろ、春日一番。ほう、そうだよな。ほう、待たせてすまねえ、さっちゃん。改めて言いてえことがあるんだ。さっちゃん、俺去年のさっちゃんを怒らせちまったこと、あれからずっと考えてた。最初はさ、さっちゃんの気持ちも考えねえで手前勝手なことばかり言ってたのがいけなかったんじゃねえかって思ってた。あ、いや、実際それも最悪だったんだけど、
根本はそこじゃねえってようやく分かったんだ。俺どんな気持ちとか言葉とかより何よりもまず最初に伝えなきゃいけねえことをすっ飛ばしてたんだ。そのことに1年かかってやっと分かった。だからさっちゃん、改めて俺の気持ち言わせてください。さっちゃん好きです。愛しています。やっと聞けた。気づくの遅いって。本当、いや本当ごめんな。うん、私こそごめんね、ずっと無視して。あじゃあおあいこだな。うん、おあいこ。本当ずいぶん待たせちまったな。でもここからは春日一番全力で挽回するからよ。実はこの日のためにとっておきを用意したんだ。なになに。驚くなよ。こいつだ。えどうだいこれ、さっちゃんへの愛を言葉だけじゃねえ、文字にして表現してみたんだ。もちろんさっちゃんのも用意してやる。一緒にこいつ来てさ、横浜を練り歩こうじゃねえか。二人の愛の旅路をよ。 あれ最後さダメだこれ、バカは死ななきゃ治らねえ。まったくだけどよ、バカなやつほど諦めが悪いんだ。しぶとく生きるぜ、ああいうやつはよ。ちょっと待ってくれよさっちゃん。待ってさっちゃん。お母さん、なんでおじいちゃんいないの？大丈夫だよ、ハルト。おじいちゃんは帰ってきたんだよ。やっとね。はい、11時から放射線治療ご予約の入院患者さんですね。お名前、フルネームで教えていただけますか？桐生一馬だ。